どうも、アイチーです。1年ぶりになってしまったんですが、今ご覧いただいているこのとある男が授業をしてみたっていう、これはどんなチャンネルなのかっていうね、紹介をしていこうと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。で、今日の朝ですね、日テレさんのジップに、まあ、少しだけなんですけど、映像で出演させていただきました。ご覧いただいた方、ありがとうございます。たくさんの方にね、お祝いメールとリポをいただきまして、本当にありがとうございます。で、まあ、その影響もあってですね、初めて自分のことを知っていただいた方も多いと思います。で、結構いろんな質問をいただいてたので、まあ、その辺に答えながら話していこうと思うんですけども、まず、このチャンネル、まあ、メインは勉強動画です。がメインになります。で、それの対象学年がこちら。小学生が3年生から6年生までの算数のみです。で、中学生が一番力を入れているところで、国数、英、理、社、基本的には全部あります。で、高校生は数学のみ。で、数1、数 A、数2、数 B と数3ですね。で、数3は今まだ取ってる途中なので全部はありません。あとはデータのところも取ってないんでないんですけど、まあ基本的にこんな感じのものを学年で取っております。で、レベルなんですけど、基本的には学校でみんなが使ってる、学生のみんなが使ってくれている教科書レベルだと思ってください。有名な問題のみを取り上げるというスタイルではなくって、こうシリーズで全部見ていただければ、教科書1冊分の勉強が終わるよっていう、そういう風になるような動画を配信するのが一応ポリシーでやってますので、まあ教科書レベルだと思ってください。で、それに加えてですね、まず受験対策動画です。で、これはこちらなんですけど、高校受験対策といって、まあ、中学校3年生向けに、都道府県立の実際にだと出題された過去問とか、模試の過去問を実際にね、出てきた問題を使って、それを解説するっていうのを、数学と理科、この2科目でやっております。で、もう1個、こちらですね。これがテスト対策動画で、こちらも中学生向けなんですが、これは中学校1年生から3年生までの数学のみです。これはちょっと去年始めたものなので、まだ数は多くないんですけど、まあ、章によって、例えば1年生の3章の単元のテスト対策動画みたいな感じで、本編は教科書レベルがメインになってるんですけども、それプラスちょっと難しめな、まあ、ほんとテストのテスト対策のために撮ってるようなシリーズもありますので、よかったらこちらもね、合わせてご利用ください。そしてですね、勉強動画ではないんですけど、普段、動画を利用してくださってる学生のみんなから結構相談をいただくことが多いんですね。で、それに答えていくプチ相談シリーズ。例えばこちら、集中力が続かないんですけど、どうすればいいですかみたいな。そういうふうに答えてたりとか、あとはこっちは、ダラダラジオと言って、これも5年ぐらいずっとやってるんですけど、まあ、毎週テーマを決めて、それにダラダラと自分が喋っていく。これもラジオ形式なんで基本的に顔は出てこないんですけど、そういったものも、まあ、トーク動画ですね。というのもあります。まあ、基本的にはですね、こんな感じで、まあ、勉強動画、そしてそれのトーク動画がメインになります。で、あとは、ちょっと料理を作ってみたりとか、まあ、たまにそういうの勉強とかと全然外れたものも投稿したりするんですが、基本的にはそんなスタイルで撮っているチャンネルだと思っていただければ幸いです。続いてですね、こちらの紹介をさせてください。これは数字の19にアルファベット CH。これで検索していただけるとすぐ出てくると思うんですけども、塾チャンネルといって自分のホームページになります。で、こちらには動画の再生リストですね、リストが載ってたりとか、あと一番使っていただきたいのは、自分の動画っていうのは最初にこう、板書が、問題が書いてあって、そこに書き込んでいくんですね。で、最初の何も解説が載ってない問題だけの状態でプリントアウトすることができます。問題を。なので、もし家でね、こう、プリンターが繋がってたりするんであれば、そちらをプリントアウトしてもらって、で、それで問題を解いて解説をやるなんていう利用方法もできますので、よかったらこちらもご利用ください。それでは最後にですね、自分の、自己紹介をして終わりたいと思います。朝にテレビでね、放送されて、で、昼過ぎに今撮影をしてるんですけど、結構たくさんの質問をいただいてて、まず名前ですね。名前がハイチと言います。で、これは本名ではありません。読み方陽一ではなくてハイチでお願いします。で、年齢が32歳で、大学もあったかな。出身大学が東京学芸大学というところ出身です。で、教員免許は小学校の教員免許と中高の数学の教員免許を持っております。なので専門は数学なんですが、一応一番の専門は小学校が専門になります。で、あとが、そうですね、まあ、YouTube に慣れてない保護者の方からの質問が多かったんですけども、例えば、
この YouTube を、お子さんが見たことによって金銭が発生したりとか何かの教材を売りつけられるとかそういうことは全くありません。今そういう紹介のためにやってるものではないので、ただ電気代とかそのインターネットの通信費は取られますけども、そこのみになりますのでご安心いただければと思います。で、あとチャンネル登録っていうのが YouTube にはありまして、多分、まあ、スマホとかパソコンの方も下の方にチャンネル登録というボタンがあると思うんですけど、それは登録したからといって金銭も発生しません。何かメールが来ることもありません。ただ登録しておくと自分が動画を更新、新しいのを投稿した時にこういうのを配置が投稿しましたよっていうその案内が届くだけですので、まあ、その点もご安心いただけたらと思います。で、今後についてはですね、まあ、1、2、3月に関しては、まあ、受験が終わるまでは受験対策動画、そしてテスト対策動画がまだ撮り終わってないので、その辺をメインでやっていきます。で、4月からは今まで撮ったもの、この活動も6年目になるので、だいぶ、こう、板書が古いものもあるんですね。で、それに関しては撮り直しをしていったりとか、さっき言った高校生の数さんがまだ途中ですので、その辺の続きを撮っていったりとか、まあ、これからもね、いろんな単元とかを増やしていきながら動画のね、撮影やっていきますので、よかったら勉強のお供に使ってみてください。では、今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。